これが砂防ダムでございますかね。一回入る。ここから入る。入られんがね。入れまへんがな、これ。これおそらく、これちょっと無理やな。これおそらくあんねやろな、ここに古墳が。上ちょっと上がってみよう。ちょっと早すぎたか。あと、11月待つならなあかんね、この状況では。全然枯れてないもんね。なんかありそうな雰囲気ではあるけどね。看板なんかあんのかね。お、あっこに看板がある。えらい水の音がするんだけどね。まあね、なかなか休みの日がね、なかなかないんでね。あら、あそこに看板がある。あれなんかわからんかね。この看板見ると、なんか書いてあるかね。ほら、森林を守りましょうか。あ、これ砂防ダムかね。これ砂防ダム。これ古墳。古墳に見えるんだけどね。あ、下を流れてる水。これ古墳でございますね。古墳でございますけども、どこから入りましょう。入りませんか。残念でございますね。反対側に石がね、積んであるみたいやけど。もうね、砂防ダムやね。あれ、見当たらへんな。雰囲気的とは、古墳の雰囲気があるんだけどね。残念か。残念でございましたか。干ばつがどちらこちらかわかんな。あ、これは調べてこんなわかんねえ。こんな上にあるにしても、わしの今の装備じゃ登られへんもんな。もう下横水がすごい勢いで流れとるんで、音がしとるんやけど。こんなところに古墳作るか？なあ、こんな山じゃ作らんやろ。作るにしてもあの上やろうけどな。穴開いてあるかね。干ばつの、干ばつのする地域でございますか。これは何にも調べてくると分からんね。これじゃここが見当たらず。道はあるけど、左は砂防ダムになってるよね。下の方がこれはダメだな。このだけか。看板もなければ何にもないんでね。この辺になさそうやね。これはダメですね。見当たりませんね。なんか地図ちらっと見たんだけど、こんな山の中と思わなんだね。あの平面図やから全然わからんね。平面図では、これは車通ってないね。あの地図から見たら、あれ上がってすぐやったな。右曲がって左側に古墳があるようなこと書いてあったんで、これ違うだろうな。この右、この右にね、石垣があるんだけど、これどうも違うね。ここまで来たけど、このすごい石は何の石なんだろうね。砂防ダム石かね。おお、すごい草かや。これは古墳じゃないね。山やね。残念ですね。道がなくなってるかね。道がなくなったけど、これはどこも流せね。間違いだね。あ、残念。油断しましょう。
歩いた後ないね。これ危ないね、滑るね。昨日雨降ったか、おととい降ったんかね。下ものすごい緩いんやけど。これはちょっとね、これ間引きをしないと飽きません。これバタバタ倒れますわ。この薄さやったらね、4本、5本に1本ぐらいか、6本に1本ぐらいの感じかな。これ重すぎるわ。ああ残念でございました。一気も見れずか。これなんだ、イノシシか。下は差が流れてるんだよな。この木の大きさから言うとまだそんな立てないね。何年ぐらいだろう、3、40年以上か。ほんでね、木が多すぎるんで間引きしてないからね、大きくなられへんだよな、この大きさはね。これ止まってね。あら、ヒノキかこれ。まあ、ヒノキにしてもちょっと多すぎるね。ヒノキでございましたか。紐がね、いっぱい。もう紐、赤い紐。赤い紐なんか意味なるんかい。この辺なんかあんのかな、赤い紐。赤い紐。これは入られへんぞ、赤い紐は。わかんねえけど。どうする、ここにも赤い紐がある。これはどう、上上がるあったあるのかね。しかないね。ここまではあるけど、あそこに赤い紐がある。赤い紐はありますねけど、どこにありますのかね。いや、ないね、何にも。上に紐が、赤い紐がついてへんからね。この赤い紐はどうせっちゅうのかね、これ、この赤い紐。ねえ、どうするのよ。で、この下に何かあんのかね。こんな崖がなかろう。この下にあんのかもしれんな。この下にあれ、なんか石が見えんだけど、あそこに。ちょっと今日のこの状況じゃ危ないね。滑ったら下まで3、40フィートあるね。ダメだダメだ。これはダメだな。この下なんかありそうや。ここはそういうことやな。この下がそういうことや。どっか降りるとこないのかな。この下がそうやけど、今日はちょっと危ないね。この下濡れてるんで。あら、ロープも持ってきてないしやね。この下あんねやろ。この下にあんねやろけど、これは危ない。あそこ石が見えてるけどね。やめときます、危ないわ。下まで40メーターそこぐらいあるからね、下までね。あれ落ちたら最後よ。一巻の終わりでございます。まあ、いや、ようこけるからね。あれで古墳でよくこけるから危ないねんって。これにもあるんだけどね。この下もあるのかな。はい、まあ、イメージ的になんかありそうやわ、その下ね。ロープ持ってきて、あれでね、登山靴でね、ロープ持ってきて、くくって降りらんと危ないね、あれはね。あら、晴れた日でも危ないわ、滑って。あれだけロープ張ってあるってことはね、絶対ね、赤いの、ね、赤い、ね、あそこに、あそこ。あれもそうやろ。どうやってみんな行ったんやろね。あそこも赤いね、テープ貼ってあんねんって。あそこにね、テープがね。どこから入ったんやろ。これはしかし危ないね。こっから降りたんかね、こっから。これから降りたんだろうな。
から降りたんだろうけど、今日ね、これ滑るわ、危ないわ。やめとこう。はいはい、イメージ的にはこうやわ、こう。こう、こう。一気二気やな、二気。これは一人じゃ危ないね。アシスタントがいるね、アシスタントが。ほんで、あれやね、携帯電話も何も持ってきてへんし、スマホ持ってきてないやろ。ほら、あかんわ。押したが最後っちやつや。いやー、残念やったね。やっぱあそこやな、あそこ2基なんかあるせやわな。2基か3基あの辺にね。あとはね、上も貼ってあるけど、あれ関係ないやな。あれなんだよ、あれ。あれ関係ないか。あれは干ばつか。残念でしたね。今日はね、ぐっとこらえたんやで、行きたいの山々やけどね。あれ見たら、あの谷を見たら危ないわ。ようやめたことやね。いつもやったら突っ込んでいくのにね。まあ、400、500メートル上上がったけどな。おそらくここにね、もう一機あんねやわ。ここにもね。ここはどうや、行けんか。この辺にね、どうもあんねんけどね。どっか入られんかね。これからこの山は入る。入られへんわ、これ。残念。あの辺に赤い紐が見えんねんけど、どっからみんな入ってんやろね。こんな入れるとこは。どこだ、こっちからか。はい、この奥もありますわ。これも奥ね、間違いなく。今日はこれぐらいにしとったろ。ダメ。今月末やったらもうちょっとなんとかなるやろ。そういうのをちゃんとロープかなんか持ってやね、来ると。おお、正面うねみ山かね、あれ。うねみ山似てるけどわからんな。うねみ山かね。で、奥が高見山かね、あれ。高見山ちょっとね、下の方にもやが立ってるから、ものすごく感じが見えとるけどね。あれ、うねみ山かね。どうも位置的におかしいんだけど。いや、そうかもしれん。ああ、残念でございました。はい、ありがとうございました。ここもあるみたいだけどね。次、11月の末か12月の日、時間あったらちょっとね、アシスタント連れてこないからね。残念。ああ、せっかく来たんだけどね。ちょっと昼から4時もあるもんで、はい、ここはやめて、次大阪市内行って、仕事せないか。ああ、ありがとうございました。ここにもなんかあるんですよ、これ。おそらくこれをね、ちょっと今日はもう、この格好ではね、ちょっとダメやな。ああ、ダメでしたね。はい、ありがとうございました。千塚古墳群でございました。